はい、Thank you.
はい。はい。じゃあね。昨日さ、行ってきたよ。KKUSD 九州共立ユニバーシティスイムティーム、まあ、同じ北九州で本当は共存している、まあ、近隣の超、共栄校共栄大学なんやけど、まあ、スポーツにも特化してる大学ね。で、自分のトレーニングに行ったんやけど、ちょっとね、驚きめちゃくちゃ良かった。もうね、俺なんかもう全然泳いでないし、ちょっともう刺激入れたかったわけで、せっかく仕事も、年末まで、休みになったし、そう、もう俺も休みでもね、水に入っときたいし、もうここぞとばかりにやっぱトレーニングしなきゃ。やっぱね、そういうのをちょっと俺マスターズの人やったり、そんなのをこう学んだよね。でね、ほんとね、何個かねいい動画も撮ったし、すごいこうウェルカムって感じもなんか良かったし、まあ、その辺はやっぱりね、監督の森先生の色が、強く出てる、感じでもあるし、なんかもう学生主体でいろいろやってる感があって、まあ、俺めっちゃ良かった。やっぱりね、こうチームを回ったり、一緒に練習するっていうのはもう本当何よりもいいわ。やっぱこう SNS やったりさ、見学するだけじゃね、わからない、現場で見るだけじゃわからないものもちょっといっぱいある。はい、これメニュー。もう昨日ね、1リットルの水なんかも速攻なくなったわ。もうね、メニュー見た時点で、ね、もう工夫されたね。もうそれもう大体コーチだとたまに分からんとこもあるけど、もう分かりやすい。で、そのね、分からんってのも俺はいいと思う。あんまり全部分かりすぎても嫌やし、まあ、大体100を、その日多分ね、朝練あって、朝練でガッツリ泳いだらしい。で、カテゴリーはね、ドリルスプリント。ちょっともうボロボロになっちゃった。で、俺はすごい良かったのは、ほんと、初めだけ軽くエアロビクスする。で、その後、ドリルする。違う、まあ、俺にとってさ、ドリルなんかもう、まあ、エアロビクス、ドリルってのは、まあ、せんわ。はっきり言って、桃園の試合ぶりに、100以上泳いだ。はい、その日のね、メイン1、まあ、テクニック的なメインがね、25、2回、25、1回を4セット。で、スコアディセンディング、これは大体多分ストロークとかをこう気をつけながら、25、2本をディセンディングしていく。これ4セット。で、スプリント1、15メートル8回、これはパラシュート使ったレジスト。その後、ちょっとイージー挟んで25、8回。このね、パラシュートスプリントなんかもう、もちろん俺全然せんし、めちゃもうここで結構ね、バキバキになってしまった。よかった。で、このもうエクスタシーセットというかね、俺あんまこう自分ではたまにするけど、人のはちょっとあんませんけど、よかった。これも8回なんやけど、まず 12.5 までダイブするキックだけ で、その後ターンして壁のないとこ蹴って、なんぼや、15メートル、あ、違う、 12.5 だけ、 7.5 メートルぐらいまたキックだけで戻ってくる。もちろん呼吸なし。で、最後の5メートルが、手を使ってナイスフィニッシュ。だいたいこれも多分何秒くらいなのかな、10秒もな、8秒なんぼとかだけど、もう10秒もないんだけど、それを8回。とにかくさ、あ、で、その後にウォールキックを、20秒8セット、20秒やって10秒ずつ8セット。このウォールキックはこの年末にずっとやってるらしいんやけど、これも効いた。負けても効いた。なんか俺さ、あんまり長ったらしいのもしたくなかったし、もうまさに森先生が俺のために作ってくれたんじゃねえかくらいな、
メニューと感じて、なんかすごい俺は出し惜しみなくいろんな人に力を貸してくれてすっごい良かったわ。でね、やっぱね、その日のハイライト1じゃないけど、もうサボろうと思えばね、いくらでもサボれるけど、最後のウォール、まあ、俺全部一生懸命やったし、最後のウォールキックの時はね、もうマジ足パンパンだけどね、コーチの西留君がもう俺の前に来てさ、こうやってやるわけ。そんなん見るとね、頑張れるわ一緒に。いや俺も西留君のあの、まあ、一生懸命コーチングしてたのは回したのもあるけど、ああいうの見るといいわ。その時に森先生はね、ロングチームの100本俺ちょっとやってたけど、あ、まあ、もう本当チームの一部になったような気持ちで、俺はなんか相当気分がよく、相当気分よく泳げたし、追い込めたわ。これ絶対パワーアップしてる。ほいでね、その日さ、一番驚いたことじゃないけど、ちょっとこうあーって思ったことがあってさ、その練習が終わって俺コーチ室でさ、西留先生と森先生と3人で喋ったで、俺がちょっと思ったこととかをこう喋っててさ、実はさ、不思議な体験があったよ。一人の、俺ごめん、ちょっと名前忘れちゃった、マネージャー、女子マネージャーの子が、俺に対して、お疲れ様でした、俺練習終わったと言ってきた。で、っていうさ、なんか照れながら、どうしましたかって言ったらさ、実は YouTube めっちゃ見てますって。と思って、ありがとう、じゃあまたなんかいい動画アップできるようにちょっとするけど、また見てねって言ってお別れしたんやけど、でもそれってね、時代がすごいなんか変わったなとちょっと俺はね思ってる。っていうのも俺どちらかというとやっぱブログの方が前に行ってると思うし、ブログはっきりで15年やってるし、そっちの方に主にこう競泳の子とかをこう載せてるよね。でもさ、やっぱもうそう、若い子やったりそのコーチ目指してる子、マネージャーの子、スイマーの子とかってさ、もう俺のブログなんか見てないよね。でやっぱ結局簡単に見れるし、もっと巨大なもののやっぱ YouTube の方がやっぱ見てる、きっと。いやもう、でも本当ね、その通りだもん。やっぱたまにこうブログなんかも全然こうアクセス解析とか見てもさ、ちょっとしか見られてないけど、やっぱりたまに1日で YouTube なんかそのブログ見てる、そのなんていうの、閲覧数、観覧数多い時あるもんね。でやっぱもう若い人とかはこうアプリとかでポーンとこう見れる YouTube の方が強いんやろね、俺のイメージは。びっくり。まあでもこの2020年でやっぱこう切り替えたことの一つで、やっぱ Vlog じゃないけどそれを強くする、まあ、あとそっちの方が少し簡単でね、内容もねキュッとこう締まれるしね、俺はなんかちょっと YouTube の方がに寄せたのは少し当たってる感じもするしね。まあまあまあ、でもそのなんか一言、あ、いつも YouTube 見てます、もうそれはねものすごい俺は驚いたわ。もうブログなんかっていうよりも本当 SNS、 もし Twitter、 インスタで、俺はまあやっぱはっきり言って YouTube のが一番開くし、やっぱりこんだけ外に出れん時代だけどね、ちょっとこうそういうのに切り替わってるもんね、携帯でなんかもいるもんね。はい、もう相当貴重な経験あった。でやっぱり泳ぐことは素晴らしいし、自分の健康のためにもいい。はい、あと2年、世界水泳福岡
あ、なんか間に合いそうや。やっぱ俺は泳ぐよ。俺は苦しくても頑張るわ。はい、以上九州共立レポート。めっちゃいいよ。あの本当ね、これ高校生で少しこう共立続けようって思ってる人はさ、共立行け、共立行け、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいよ。雰囲気がいいもんね。プールもめっちゃ綺麗やしね。はい、以上、ありがとうございます。